さあ今日は小じはるちゃんこと AKB48 の小島春菜ちゃんに空インタビューをしてみたいと思います。小じはるちゃんがね、星のことを語ってくれるなんて私すごく楽しみなんですけれども、小じはるちゃんと篠原はテレビ番組のポンっていうね、あの番組をきっかけにお友達になったんですけれども、ある時に こじはるちゃんが、腰の原のところにパーっと駆け寄ってきて、ねえねえ、ともえちゃんとお友達になりたいって言ってくれたの、もうかわいいと思っちゃって嬉しくなっちゃって、もちろんですって言って電話番号交換を交換したのがきっかけで、よく今もメールをしてるんですよね。あの絵文字とかも交換して、結構キラキラ系のね、あの絵文字をよく送り合ってるんですけれども。ということで、今日は、そんなこじはるちゃんに、 篠原の印象を聞いてみちゃいました。そうですね。ともえちゃんは本当に素敵な方で、周りの方への気遣いとか、あと一つ一つの言葉遣いとかがすごい丁寧だったり、本当に私にとってすごく憧れの女性です。えー、今もですね、LINE を交換してたまにメールを送ったりするんですけど、そうだな、最近は、あの、全然、 会ってないのでまた会ってお洋服の話をしたりお洋服に星のモチーフがあったりすると友恵ちゃんがすぐ反応したりして「あ,のあ星だね」って言ってくれたりしてあ本当に星が好きな方なんだなと思いました。 ですよね。ありがとうございます。お褒めいただいちゃってね、お恥ずかしいんですけれども。そうなの、あの番組でね、あの今まで同じ日に収録していてよく会ってたんですけど、最近会えてないんですけど、なんかその私が日にちが、こう、収録の日にちが変わる時も、なんかこう、リラックスグッズなんかこう、バスに入れる。 ソルトみたいなおしゃれないい香りのするのをくださるんですよ。でもなんかこじはるちゃんに憧れの女性なんて言ってもらえるなんてねちょっとドキドキしちゃいましたけども素敵な言葉ありがとう感激です。さあそんなこじはるちゃん星空ってよく見ますかそうですね私は普段星をちゃんと眺めたりしたことはないんですけどもあの私ハワイが好きで。 ハワイに行くとホテルで必ずオーシャンビューみたいな海側のお部屋にしてたんですけど行った時に海側の部屋がなくてその時は山側のお部屋だったんですけど、まあ、外を見たら山しかない感じだったんですけどで真っ暗でそのお部屋がすごく星が綺麗だったのでそれからは山側のお部屋を選んだりするようになりました。 わあ小じはるちゃんちゃんと星空見てくれたんですね <laughs> お姉さんちょっと感激しましてちゃんとあの見てないって最初の時言った時どうしようかと思ったんですけど <laughs> あの私もねこのホテルとか泊まる時にこう海沿いだとねこう下の方までの星も見えるんですけど山側だとこう山のシルエットがこうね暗闇の中で見えて私山側のね星はすごく好きなので小じはるちゃんさすがですねもうこれで空がーるの仲間入りですね 嬉しいです仲間が増えて <laughs> さてそんなこじゃはるちゃんですが昨年星にままつわる曲をリリースしていますこの歌私篠原とキラッキラなつながりがあったんですよねそして星といえば私も「マイ・シャイニング・スターズ」という星の歌を去年ノースリーブスというユニットのシングルのカップリング曲で発表させていただきました なんとですね、ともえちゃんとも仲良しの石野の卓球さんに作っていただいた曲でして、そこでもまたミラクルが起こって、あの、仮歌ってあるんですけど、あの、レコーディングの前に仮の歌をもらって、それを聴いて練習する歌があるんですけど、その声がですね、なんかいつもの AKB の仮歌のお姉さんと違って、なんか可愛くて素敵な声だなと思ってたら、なんとともえちゃんが、 仮歌を入れてくださっていてそれはすごくあの覚えやすくてすごいいい歌声だったんですけどそこでもですねなんかとっても「運命を感じました。マイ・シャーニング・スターズ」という曲はですね私も本当にお気に入りでキラキラしていて聴いていると星空が浮かぶようなとても可愛い曲なのでぜひ皆さん聴いてみてください。 実はこれはもうこじはるちゃんのおっしゃってた通りあの卓球さんの家に突然呼ばれてちょっと来てって言われたから遊びに行ったらあのちょっと仮歌歌ってって言われてえこの歌何かわいいって言ったらこじはるにね今度曲を作るんだよなんてちょっと嬉しそうに言ってて何それって言ってじゃあ仮歌ちょっと歌ってみてよって言われてあもう嬉しい嬉しいって言って歌ってたんですねそしたら卓球さんが初めて私の 歌を、お前歌うめえなって言って褒めてくれて。いや、卓球さん私もずいぶん前から16歳の時からデビュー曲全部プロデュースしてるでしょってって、いや、よく聞いてなんかったけど、お前ちゃんと歌えんだななんて初めて褒めてくれた曲がこの曲でもありますね。あと、この、 曲を届けようって思った時に、小じはるちゃんはちょっとこう鼻にかけた可愛い声なので、ちょっと鼻声で真似して歌ったん <laughs> ですけど、その思いが届いて本当になんか力になれて嬉しいなと思いました。ぜひ今度ね、ライブとかに呼んでくださればもう乱入しますので、えー、行っちゃいたいなと思います。<laughs>